それでは長らくお待たせいたしました、本日の登壇者の皆様にご入場いただきます。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。それではお名前ご紹介させていただきます。作中島和樹さんです。はい、中島です。今日は足元の悪い中ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして演出の井上秀則さんです。どうも、井上です。よろしくお願いします。お願いいたします。そして生田斗真さんです。よろしくお願いします。中村智也さんです。よろしくお願いします。西野七瀬さん、よろしくお願いします。お願いいたします。天音誠さん、よろしくお願いそして涼さんです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そして古田新太さんです。一生懸命頑張ります本日は皆様よろしくお願いいたします。ではどうぞ皆様ご着席ください。まずは本作の脚本を手掛けました劇団新幹線の座付き作家中島和樹さんよりご挨拶をいただきます。お願いいたします。はい、中島です。よろしくお願いします。以前から東馬君にはちょっと何か顔がいいだけで世界を征服するっていう、まあ、話をやりたいというのは何となく話はしてたんですね。ただまあそのここのところやっぱりそのあんまりそのピカレスコをやるような気分でもなかったので、今回もちょっと違うものをやろうかなと思ってたんですが、どうにもやっぱ筆が進まなくて、でちょっとここはもう思い切ってこの悪い男を思いっきり、生田斗真君にやってもらおうかなと、思って、まあそうするとその相対するものとしてのやっぱり智也君も、なんかキャラクターが見えてきてということで、非常にそれ決まってからはスムースに書けたし、ちょっと自信作になってますので、ぜひご期待いただければと思います。よろしくお願いします。さあ続きましては劇団新幹線の主催であり演出を手掛けます井上秀則さんです。お願いいたします。はい、どうもよろしくお願いします。この企画はさっき説明でもあったように、偽義経のリベンジから絶対に、これはやるぞということでスタートしました。で、劇場はやはりこの明治座とか、福岡博多座 で、まあ、大阪がフェスティバルホールで、非常にこうエンターテインメント寄りの小屋ということで、最初の当初はやっぱり歌とか踊りの入るなんかすごい楽しい公演をやりたいなという企画だったんですが、まあどうにもなんか筆が進まないという中島君の意見もあり、でも今もうなんていうかな、少々思いやすでもやっていいんじゃねえかという空気が、まあ、なんか僕の方にも出来上がって、でだけどその楽しいその歌とか踊りとかそういうものもやりたい、それお祭り騒ぎ的なものもやりたいということで、結果的にその割とこうピカレスクロマンでありながら割とショーアップしたものになるのではないかと、まあ、だからなんていうか決してヘビーな物語の流れではありながらも、割とこうスカッとした、感激後のなんていうか独語感というかな、そういうお芝居になるんじゃないかと、まあ、楽しいものにはなると思います。ご期待ください。では続きまして出演者の皆様にご挨拶をいただきます。まずは己の美貌を武器に天下取りという野望を持つ男ヒューガを演じます。そしてご自身の生誕39年を記念いたしました三球公演と銘打たれた公演で主役を務めます生田斗真さんからお願いいたします。はい、生田斗真です。今日はよろしくお願いします。今、中井さんの方からもありましたように、その生田斗真生誕39周年を記念した公演というものをですね、17歳の頃から本当にずっと憧れ続けた劇団新幹線の皆様と共にできることを本当に嬉しく思っております。そして役柄なんですけれども、本当に自分で言うのもなんかおこがましいんですけれども、美しさを武器に世界征服を狙うというとんでもない役です。
劇団新幹線の悪役は、本当に以前から、いつか演じてみたいと思っていた役どころですので、精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。続きましては、もともとは幕府の密偵だったんですが、そのヒューガの参謀としてバディを組み、共に天下取りを目論む男、カイリを演じます中村倫也さんです。あ、中村倫也です。決まった時はというか、トーマ君でやるよ、古田さんも出るよみたいな状態で多分聞いたと思うんですけどじゃあ混ぜてよっていうことで混ぜてもらいました。これ今ちょっと気になったんですけど、新幹線で例えば古田さん何周年とかでやるじゃないですか、これ劇団員じゃない人の生誕何周年公演ってあるんですか今まで。初めてだと思う。ないです。ないですよね。なんすかそれ。まあ多分義経の時の産休にかけたでしょうけどね、うん、もっと劇団員の生誕祝った方がいいと思うんですけど、はい、まあ、結果的に産休公演ということで一緒にできることを嬉しく思います。で、個人的な話になりますけど、僕が舞台で主演じゃなく出演するのが結構久しぶりなんですよ、うん、なので、まあ、主演の横にいる人間としてどういう関わり方できるかなということを楽しみにしてたんですけどね、昨日本読みをしましたら主演より出番が多いんですね。気がつきましたか。話が違うなと思って、でやることも結構多いんで、これは気を引き締めて挑まなきゃならないなと昨日思いました。はい、続きましては古田新太さんが演じます五の帝の守護役となります、秋野を演じます西野七瀬さんです。お願いいたします。はい、西野です。よろしくお願いします。私は2021年の月影花の城大逆転ぶりの劇団新幹線さんで、一緒にまた何か舞台できるって知った時点でもうすごい嬉しくて、前回のがダメじゃなかったんだなというか、また一緒に何かできるっていうのが初めてやった時よりも嬉しさが大きくて、で前回やった時はコロナ禍っていうのもあって10人ぐらいのキャストの皆さんとやったんで、なんかその楽しかった思い出持って昨日本読み行ったらめちゃくちゃ人いっぱいいてすっごい緊張しちゃって、もう汗だらだらだったんですけど、でもこのみんなで、この皆さんで次は規模感も前回より公演数もとんでもないので、ちょっと最後まで立ってられるか本当に心配ではあるんですけど、この皆さんと一緒に作っていくんだなって昨日本読みして改めて気が引き締まりました。本当に体に気をつけて、まずはお稽古明日から頑張りたいなと思います。では続きまして、幕府の実権を握る執権の北鷹を演じます阿波根誠さん、お願いいたします。はい、阿波根誠です。今回は幕府の執権ということで、時の政治の最高権力者ということになりますから、他の出演者たちによって見事に滅ぼされていけばいいなと、できる限り見事に滅ぼされようと思っております。よろしくお願いいたします。続きまして、女性ながらも一門を率いる女大名佐紀堂を演じます涼さんです。お願いいたします。はい、こんにちは。今日はありがとうございます。佐紀堂を演じます涼と申します。よろしくお願いいたします。新幹線33級公演の時にトーマさんと偽義経冥界に歌うでご一緒させていただいておりまして、その、まあ、リベンジとして始まったということで、私もその時いましたので、今回なんかちょっと呼んでいただけて、私も呼んでいただけてちょっと嬉しいなと思ってます。トーマ君ありがとうございます。頑張ります。よろしくお願いいたします。続きまして、幕府に逆らい島流しの刑に処せられた五の帝を演じます古田新太さんです。どうも、古田です。実はですね、うちの劇団でりょうちゃんとなあちゃんは共演してるんですけども、何回かお誘いしてるトーマとトモヤは一緒になるのが初めてで、実は僕的にはトーマと、まあトモヤとりょうちゃん、なあちゃんいるわけだから下ネタミュージカルがやりたかったんですけども
やりたかったんですけど。だからそれは本当になかなかね、下ネタミュージカルやってるグループ少ないからさ、あのやりたかったんですけど、なんかピカレスクロマンということで、あのちょっとあの私場違いだなと思っておるんでございますけども、昨日本読みしたら、あのインチキ臭い関西弁で喋るっていう最も私が苦手とするお芝居だったんで、非常に楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。苦手とするお芝居なんですね。これ関西弁あんまりうまくないんですよね。今古田さんのお話にもありました、生田さんと中村さんお二人とも新幹線の公演で古田新太さんとご一緒するのは今回初めてということですけれども、どんなお気持ちなのかを生田さん教えてください。僕はあの本当に17歳高校2年生の時からあの今回5度目の出演なんですけれども、本当に一度も古田さんとご一緒する機会がなかったので、ようやく念願かなったなっていう感じですね。断ってたからやめてくださいよ。すごく嬉しいです。あの本当に、数々の俳優さんたちが古田さんとお芝居をするのが楽しい楽しいということをずっと伺っていたので、あのようやく一緒にできることをとても嬉しく思います。映画ではご一緒されていらっしゃいますね。はい、そうですね。映画ではあのアクションなんかも一緒にやったりなんかしましたし、どうですか、古田新太の魅力っていうのはどういうところに感じてるんですか。やっぱりあの古田新太という一人の男が舞台上に立っているだけで何かが起きるんじゃないかってワクワクさせてもらえるっていうか、で結局何も起きないっていう。それがやっぱりあの古田さん の, あの魅力の一つかなというふうに思いますので、あの今回はまたその板の上で一緒にできるのすごく嬉しいです。はい、中村智也さんいかがでしょうか。はい、僕は、ロッキーホラーショーという舞台で、はい、2010年とか11年とかだったと思うんですけど、古田さんとご一緒させていただいて、全国いろんなところでそれこそ下ネタというかアホアホミュージカルをやりまして、毎日飲みにも連れて行っていただきましたし、あの芝居のこともですね、飲み屋とかでさりげなくこうアドバイスいただいたりしてて、まあ、それから十何年か経つんで、あのそれまでこの期間できなかったことはすごく残念なんですけど、あの多分あれロッキーの時最初何歳でしたっけ古田さん。50ぐらい、50いってましたっけ。50いってないかな、47、8かな。あ、そっかそっか。じゃあ自分がその時20代前半だったんで、それと考えると当時の古田さんの年齢に僕は今もう近づいてきてるので、ちょっとそういう意味も込めて、あの一緒に時を経た今やれることが嬉しく思いますね。はい、で古田さんの魅力はこういう派手なファッションでバスに乗ってることです。はい、びっくりすると思いますよね、三茶近辺の皆さん、お住まいの方は。見かけたら声を上げかけてあげてください。いいですね。古田さんからするとこのお二人と一緒に今回はお芝居ができるっていうのはどんなお気持ちですか。あ、だから二人とも他のお仕事では一緒にやってるんですけど、うん、だからまあ言うとめちゃくちゃ長いんですよ。トーマは高校生だったし、トモヤもヤンキー君とメガネちゃんの時はいくつだっけ。あれ23、23ですかね。そうそう、だから結構な長い付き合いなんですけど、はい、うちの劇団に関係してもらってる割にはあの一度も一緒にやってないんで、うん、あ本当にさっきも言いましたけど、できれば下ネタミュージカルがやりたかったんですけど、ね、まあけどまあそれはまた次の機会に。次の機会楽しみにしてます。はい、本読みの感じはどうでしたか、古田さんからご覧になって。いや、友也言いましたけど、友也の方がね忙しいんですよ。いや本当にそう。まあ、でも、まあ、トーマのセリフはトーマのセリフで、もう本当バカバカしくって、お前何様のつもりだよみたいなセリフがガンガン出てきて、それはあのお客さん、トーマのファンもトーマのファンじゃない人もアンチトーマの人もものすごく楽しめると思いますので、あのよろしくお願いします。ありがとうございます。西野さんも亮さんも、2人とも今回はかなりアクションがあるというふうに聞いてますが、西野さんはいかがですか。はい、準備は、準備はこれからお稽古しながらかなって、はい、なんか本読みの時も一応そのとがきというセリフ以外の部分は短いところはもう飛ばしてどんどん読んでいくスタイルだったので、なんだろう、実際ここですっごい大変なアクションがあるんだろうなってもう想像するしかできなかったので、ちょっとあの不安な気持ちの方が大きいです、私は。うん、まあ、でもね、新幹線の舞台、あれが初舞台でいらしたんですもんね。そうですね、前回新幹線にお出になった時が、前回が、はい、
あの洗礼を受けていらしたら大概のことは大丈夫そうなですかね。ちょっと皆さんの協力を得ながら、うん、乗り越えたいです。はい、りょうさんはいかがでしょうか。はい、でもね、たった一行のとがきが数分のアクションになったりしますから ね、 そうですよね。本当に気をつけないと。わかりました。気をつけます。気をつけとかないと、心構えを。はい、はい、で私はもう新幹線の作品を見てて、もう本当アクションがかっこよくて、うん、でもうちょっと軽々しくワクチンやりたいって言ってしまったんです。でちょっと今回多めになってまして、でもそんなこともこうチャレンジさせてくださるっていうことはなかなかないことですので、やりたいってももうやめとけって言われることが多いんですけれども、そこをチャレンジさせてくださる、チャレンジできるという環境にいることが本当にありがたいなと思っておりますので、とにかくできるだけやります。よろしくお願いいたします。何か準備はされてらっしゃるんですか。準備はそうですね、まあ、お酒お酒を飲んでます何プロテインとかですかあ、お酒か。お酒はお酒を飲んでますよ、いつも。お酒をやめてまではないですけれど、はい、トレーニングもずっと何十年も続けているベースのものはあるので、うん、はい、それで今回はアクションを考えて下半身を強化したトレーニングをやってます。すごい。カポエラとかキックボクシングとかおやりに。キックボクシングはそうですね、今年、今回の、バサラオにはキックボクシングじゃないかなと思って、はい、キックボクシングは今年はやってないんですけど。すごい、はい、体を動かすのはもともと好きなので、はいはい、思いつくことはやってます。やっぱりね、男性も女性も惚れるその立ち回りはぜひまた見せていただければと。頑張ります。はい、声がちっちゃいですけど大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。そして阿波根さんはあれですよね、生田さんとすごく新幹線でご一緒している舞台が多いですよね。ほとんど、はい、全部の公演で共演させてもらってます。珍しいですよね。古田君がいないことがもう多いのはもう今言われた通りなんですけれども、はい、その分劇団員の中でも古株が生田斗真君の重り役としてついているので、まあ、今回は敵対する役ですので重りできないので、はい、39歳頑張っていただければと思います。どうですか、その成長ぶりというか。結局20年以上。そうですね、はい、ね、22、3年の付き合いに、うん、そうですね、うん、僕だって斗真君が初めて出ていただいた久能という作品で、はい、風読みという役をやっていただいたんですけど、それの作品の初演では私が風読みを演じていたので、うん、同じ役をこうやっていただけているので因縁は感じていたんですけども、はい、まさかここまでしっかり成長するとは、うん、今回は39歳なのに美しい、なお美しさを保ってお客様だけでなく共演者をも魅了していただければと思います。よっしてないですよ。やっいいですね、このコンビネーションがね、雰囲気を物語ってますけれども、井上さんと中島さんにも伺いたいんですが、何か今回こう特別に意識したこと、まあ、当て書きで、ね、いらっしゃると思いますので、中島さんは。友也君に見抜かれましたけれども、うん、実はね、ヒューガっていうのがそういう、まあ、際立ったキャラクターなので、自分のことあんまり説明しないんで、うん、説明役が全部友也君になっててごめんなさいねっていうことでございますただ、今回は、ね、そういう意味では井上がさっき、明るいものにっていうか、まあ、になるっていうのはみんなそれぞれ人の話聞かないで自分の欲望に忠実に生きてるんで、あんまりこう陰湿な話には多分ならないと思うんですね。だからそこのところはこう見終わった時にはちょっとなんかそれはそれで悪い人たちが元気に頑張ってたなみたいな芝居になるんじゃないかなと思っています。はい、井上さんは今考えてる演出プランとか、こういうのやりたい。そうですね、お祭り騒ぎで最初はそのうちではバンドモンが入る R でやろうと思ったんですけど、はい、これがまず制作の方からお金がかかるということで、まずこれがなくなりまして、だけどそれでもやっぱりこうお祭り騒ぎの芝居はやりたいと、うん、で、博多座ですし、明治座ですし、うん、花道を通して、まあ、歌舞伎的な様式をやろう。それ言いますか、あなたここで、それもね
予算の都合でカットになりました。で結果的にこの間ミラノ座でまあ、ミラノ座は最初から 花道が使えないじゃないですか。はい、ないですよね。それで客席をバンバン使った。確かに、はい、でそれがねすごく楽しかったんで、この芝居も客席をバンバン使おうかなと思います。走り回る広いよ、はい、広い。そして劇団員の方々がですね、前回の時は走らされて相当大変そうに見お見受けしたんですけれども、やらせる、井上さんね、客席使うの好きなのはいいんだけど、はい、てめえ走ってねえから宮野さんの倍あるよ。走らせる、もう新宿コマ後ろまで走ってごらんなさいよ。ヘトヘトですね。めちゃくちゃあるから、もうフラットで2000人入るところで走らされてみ。おかしいよ。ドーム端から端まで走ってるみたいな。あんまりやめてほしいな。意外とね、明治座は狭いんですよ。大丈夫。意外と大丈夫、いける。ね。多分宮野さんより近いと。本当ですか。近い近い近いです、大丈夫です。でも劇団新幹線として明治座初めてっていうのは意外な感じがそうですね、するんですよね。そうですね。でもなんかもともと商業演劇の小屋ですし、はい、なんつってもらうマツケンサンバの、ね、聖地ですからね、はい、だからまあそういう意味じゃ合ってるんじゃないですかね。はい、ね、公演数も多いですから楽しみにしたいと思います。そして本ちらがねできてまいりまして、素晴らしいビジュアルですけれども、生田さん、これはすごい苦労されました。メイク時間かかりそうですよね。そうですね、かなり時間をかけて、はい、皆さん、スタッフの皆さんも こだわって、はい、ね、撮影しましたね。かっこいいですよ、この桜の枝が。ちょっとこうマニキュアもねしてたりして。そうなんです、うん、はい、とってもとても頑張りました。どのぐらいかかったんですか、これ。結構かかったよね。私は別に。あ、本当。1時間弱だった。あ、そうですか。僕はなんか割と時間かけて撮影しました。本当に半日がかりで撮影しましたので。これトーマくんなの？リョウさんじゃないの？これこれね、トーマくんなんだよね。俺もリョウちゃんだと思ってて、私マンションの管理人さんに間違えられたみたいで、バサロのポスターの前にグッと出てくるメイクかっこいいわねって言われました。それ私じゃないですって。ありがたいですね、はい、嬉しい、光栄です。なんかこんな形で美貌をアピールしてくるっていうビジュアルになると思ってなかったので、すごい新鮮な。そうですね、はいはい、本番の時も割とこれに近いようなビジュアルになるのかなと思いますけど、はい、きっと服とかもすっごい派手派手の華やかになるんでしょうね。なるんでしょうね。演出もきっとかなりね派手なものが、いろいろ考えております。はい、トモヤさんはどうですか。うん、トモヤさんは衣装を着てちょっとひょうたんが、ね、ひょうたん持ってましたね。持ってますよね、はい、はい、あれがどうなのかなって。ちょっとひょうたんが、うん、実は物語の鍵を握る。ひょうたんが最後の適当なこと適当なことばっかり。そんな何にもないから考えていなさいよあなた。見切り発車が得意なの。そう本当かどうかね、本番で確かめていただきたいと思います。西野さんはどうでしたか。あ、はい、はい、こちら私結構かっこいい、自分で気に入ってます、うん、かなり中性的な感じに撮っていただいて、なんか眉毛とかも一回全部消して描き直して、こう鋭い眼光でお願いしますって。へえ、はい、楽しかったです。うん、すごいかっこいいですよね。あわねさんはもういつものこの感じの悪い感じが、ね、時代劇の衣装なのに襟があったり、烏帽子につばがあったりする軍人風になっているのがとてもかっこいいなと思います。りょうさんは前に出てると間違えられたとおっしゃってましたけれども、はい、私はもう、はい、でも毎回私結構濃いめなので、普段新幹線で出させていただく感じの濃いメイクですかね、はい、ただアクションがねあることを考えると、うん、この衣装大変そうだなってちょっと思いました。そうですね、被り物がまた、はいはい、華やかな感じです。古田さんは、はいはい、どうですか、ご自身の帝ですけど。あんまり興味がないですね。ちょっと話しましょうよ。いやでもまあここの4人というか、まあ、姉さんもそうなんですけど、はい、結構みんな戦うんですが、うん、私今回若干アクションが少なくなっててホッとしています。あ、はい、前回の早乙女兄弟のとね
いやもう あんなことは絶対したくないんで、あの なんとか稽古が始まったら、はい、あの今若干あるアクションも全部なくしていこうと思ってそこはじゃ あの戦っていただいてね、演出とね、はい、ありがとうございました。さてそれではここからはあの会場にお越しいただきました皆さんからの質疑応答の時間とさせていただきたいと思います。ローソンチケットのライターの田中と申します。よろしくお願いします。今回は、生田さんが演じるヒューガが美貌を武器に、天下取りを狙うお話なんですが、皆さんそれぞれ、俳優としての武器は何だとご自分で思われますか？教えてください。これなかなか難しい質問かもしれないですね。でも今目があったんで、じゃあ亮さんからこれ学校みたいな、はい、難しいですね。武器、武器、武器、私は丸腰ですね。あ、すいません、丸腰で臨むことが武器。丸腰、あ、完全なる丸腰かな。自分では難しいですね。そこが色っぽいですね。はい、素敵なお答えです。西野さんどうでしょうか？なんか自分で思うことはそんなないんですが、はい、人から言っていただいたものだと結構なんか自分その西野の部分をだいぶ消して、役いろいろなのやってるよねみたいな風に言っていただけたのはすごい嬉しかったです。そう思ってもらえてるなら嬉しいなと思います。前回の時も本当思いっきりが前回は本当にあの登場とかあの友達とか見に来た友達も私って気づかなかったみたいなんでやっぱり、はい、でもやってみた手応えはありましたか？新幹線の舞台、前回楽しかったです。すごく全身を使ってというか、やっぱ映像とは全く違うので、舞台のお仕事自体も今回ちょっと久しぶりになるので、はい、あの楽しみです。はい、ありがとうございます。天音さんどうでしょうか？私は目つきの悪さですもう言われ続けてますけど、もはや武器になってきました。私盾すごい好きなんですよね、天音さんの盾。今回もちょっとだけ戦います、うん、はい、楽しみに、はい、させていただきます。さあでは古田さんどうでしょうか？はいはい、私は便利です。便利、あのいろんな演出家さん、いろんな監督さんに古田さんは便利だな、あの NG がないんで、何でもあの全てイエスもんなんで。生田さんどうですか？いやでも本当に僕もあの武器と呼べるものっていうのは本当に長いんですけど、まあ、強いて言うなら、まあ、その美しさ色気くらいでしょうか。本当にそうだもんねやめてやめて、違う、そういう、すごいよね。やめて頑張りますありがとうございます。中村智也さんいかがですか？僕今いろいろ考えてたんですけど、はい、多分あの早く帰るに越したことないって思ってる丸いただきましたでその分真面目にセリフを覚えて真面目に準備してってやるところが長所かもしれないですね、はい、はい、ありがとうございますというお答えでした。ありがとうございました。時事通信の中村と申します。生田さんにお伺いしたいんですけれども、あの生田さん、あの何年か前から日本舞踊を習ってらっしゃるということで、今回井上歌舞伎ということで、その成果をどんなふうにあの出るといいなというふうに思っていらっしゃいますか？ありがとうございます。あのそうですね、あの、まあ、自分自身ではその習い事の成果がこう舞台に生かされているのか役に生かされているのかっていうのはあのなかなか測りきれない部分があるんですけれども、あの以前よりも、まあ、よりこう手先の本当に先の先まであの意識するようにはなったかなというふうに思っていますし、こういう美しさを武器に、美を武器に戦う男の役っていうのは、その日本の独特の踊りの動きとかっていうのは、効果的に使えるのではないかと思っています、はい、ありがとうございます、はい、それでは最後に皆様から一言ずつ公演に向けての意気込みをお聞かせいただきたいと思います。では中島さんからお願いいたします。はい、昨日本読みやったんですけれども、あの非常にあの手応えのある感じで、あのこれ本当に期待できるなと思っています。あの本当にいい
まあ、なんていうか派手な舞台になると思いますので、ぜひ皆さん劇場の方にお越しください。よろしくお願いします。まあ、コロナ明けっていうのもあるんですが、なかなか、まあ、うちの劇団としてもこの規模でこれだけ歌とか踊りも入り、チャンバラも入り、見せ場もいっぱいある井上歌舞伎が、できる機会って、まあ、これからあと何回あるんだろうっていうことを考えると非常に、貴重な一回だと思うんで、ぜひ、見逃さないで、楽しんでいただきたいと思います。あまりこういうこと言わないんですけど、ちょっと面白いものになると思っております。で、単純に圧倒的に美しいものって見たくないですか？圧倒的に人生でこれまで皆さんが見た圧倒的に美しいものポンって浮かびますか？それになりますからハードルが。お願いします頑張ります僕もありがとうございます。見ていただいた方はもちろん面白かったって思ってもらえるように、とこうやってるこちら側もみんなで楽しんで、あのできるように頑張ります。と夏とか暑いと思うので、ぜひあの劇場の中で涼みながらなんか、まあでもきっとステージからはこう熱い熱気がたくさん浴びれると思うので、そこも楽しんでもらいたいです。昨日本読みをして改めて思ったんですが、この作品には自分勝手な人しか出てこないなと思いまして、もう相当あのそれぞれが好き勝手にやるんですよ。ですので相当派手な舞台になるかと思いますので、その派手な舞台を楽しみに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。そうですね、本当に自由奔放な人たちばかりで、それがすごく人間っぽく生き生きとパワフルに描かれていると思いますので、本当にご期待いただきたいと思っております。ぜひ見にいらしてください。登壇している人間だけじゃなくて、そのあの他のメンツもそうなんですけど、非常に賑やかな作品になると思います。あの昨日の本読みで淡根さんもおっしゃいましたけども、あのすごく楽しい現場になりそうです。なんとかして2つぐらいは下ネタを入れたいなと思っておりますありがとうございます。本日は皆さんともお忙しい中ありがとうございました。博多座から始まりまして、そして東京明治座、そして大阪フェスティバルホールと大変に、長い、公演です。そして、動員数も本当に多くてですね、約15万人で、東京ドームでやると3回公演の数に匹敵するとんでもない規模の演劇なんですけれども、はい、あのみんなで力を合わせて乗り切りたいと思います。何卒応援のほどよろしくお願いいたします。本日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。